ジャパネット杯、春の高校バレー、第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会第4日、7日、東京体育館、男女の準決勝が行われ、男子は前回覇者で、昨夏の高校総体を制した駿台学園、東京第1、が、商用大阪第1、オストレートで下した、今大会初のセンターコートで前回王者が圧倒的な強さを見せた、25-14。 25から18、25から18のストレートで初めて準決勝に勝ち上がってきた上りようを圧倒した、前日6日は1日で3回戦と準々決勝を戦う、ダブルヘッダー。3回戦では国体王者の高川、山口、とフルセットの激戦を戦った、秋元ゆずき、3年は、もう帰ってすぐ治療を始めて、 午後9時ぐらいから1時間弱ぐらいにミーティングして、もうみんな寝る感じです、と慌ただしかった準決勝前日を振り返った、結構余裕持って勝てたのでよかった、明日のためにって言うということも意識できた、ストレートなら明日が楽になるので、と秋元、決勝一番乗りを決めたことで、8日午前の決勝を万全の状態で迎えられると満足そうだった。